っと危ないと思ったポジションを中に絞るっていうことはちょっといりますね、今こういう形で、あここも奪ったぞ、3対2という状況、イブスキにボールが当たった、シュートする千葉3点目、最後はイブスキ見事なコントロールシュートでした。そうですね、落ち着いてキーパーを見て蹴りましたね、はい、最後はキーパーを見る余裕がありました。そうですね、ここやっぱり高い位置で取られた時に、ね、取り替えが高い位置を取ってるんでどうしても中からやられてるんで、その辺広がった方がいいのか状況によって絞っといて出ていくのかっていう判断はいると思いますね。はい、もう今もセンターバックの選手がもう上がっていていませんでした。